まあ、ハチとサソリ両方同時に刺されたら主人公はどうなるのか、そちらの検証動画やっていきたいなと思います。おー、こんな皆さんこんな映像見たことあります？今気づいたんだけどさ、蚊もいない？なんか情報量多すぎる。もう蚊飛んでて、ハチ飛んでて、サソリに刺されそうで、あと流れ星も今飛んでいます。なんだこれは。確か蚊に刺された場合は、蚊に刺されたみたいだっていう、セリフが出てくるんですよね。で、蜂に刺された場合は、1回だったら大丈夫だったはずなんですよ。サソリに刺された場合は、一発で終わったはずなんですよね。じゃあ、どれが選ばれるのか。3、2、1、B。サソリだ、これは。